いちごでお腹いっぱいにするなんて最高幸せだね。うん、いやなんかかわいい、なんかちっちゃい町じゃん。何をするんですか、フルーツパークで。いちご狩り、いちご狩り。おーい、今日はいちご狩りだぞ。いちごでテンション上がってるお二人。テンション爆上がり。よーい、よっ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 。おー、結構風が強い。広いね。広いんですよ。今日晴れててよかった。よかった。最高じゃん。こんちゃん。走んなくていいよ。走んなくていいよ。走んなくてもいいよ。今日は大変だけどね。登り切った時気持ちいいからね。うん、ここ梅なんだけど、2月がすごい綺麗だったの。でも5月に収穫していいんだってみんなで。あ、実を？実を。あ、そうなの。開催日があるので、うん、その日にお越しいただければ、実際撮っていただいて量り売りになります。本当に。わあ、もう実になってる。ほらほら、わあ、ちっちゃい、かわいい。なんじゃここ。果物好きにはたまらない。たまんないでしょ。1年通して来たいね、ここ。ねえ、ですね。ここ通るんですか？どうぞ、どうぞ。かわいい。わー、超かわいい。すごい。すごい。トンネルですね。ねえ。映画の撮影できそうなんか。あ、できますね。大体、梨の花ってこんな真っ白い花咲かせるんだね。そうですね、真っ白。またこれ梨狩り来れるよ。夏？夏？7月？梨狩りできて、梅狩りできて、うんうん、今いちご狩りじゃない？うんうん、こんないいとこないよ。なんじゃここ。あ、電車だ。あみさん、いちご狩りは初めてですか？いや、何回かしたことあります。でも浜松では初めて。楽しみ。何個食べれるかな。こっちがまだだね。食べ放題じゃん。食べ放題なんか甘っ。これで普通に食べれてもいいんだよ。何にも入れなくてもいいぐらい。へー、ママ、うん、おいしい、おいしい、うん、どでか。わ、止まんな。おんちゃん、おいしいね。取れちゃった。食べ放題なんですか？30分食べ放題。何個目かな。おいしい。今多分5個目ぐらいだと思います。5個目こちら四つ星ですね。あ、ピッタリ食べたい。隣行こう。隣隣隣、秋姫、秋姫、秋姫行ってこう。秋姫まだだね。あ、こうちゃん、秋姫、おお、形がなんか違います。こっちの方が柔らかい。こっちの方がね、なんかふわっとしてる食感が。おいしい。おいしい。止まんない。食べれました？1個いった。おお、もっと食べたかも。いちごでお腹いっぱいにするなんて最高幸せだね。うん、いや、めっちゃ来たかったんだよ。よかったよかった。前回雨でしたもんね、予定してた日が。本当にお腹いっぱい。
もう無理。もうダメ。パンパン。練乳つけたから余計にじゃない？練乳つけてないぞ。つけない？全然いける。うん、それ大きいね。もうこれが最後かな。やっぱり酸味がありますよね。酸味がある。でもいちごらしい。四つ星は柔らかくて、うん、秋姫は。私秋姫一番好きかもな。食べまくった。何個食べました？もうね、もう20個は食べてると思う。食べた。もう30分以上無理。30分で腹パンに。腹パンです。30分いくらですか？1500円。すごい。30分ね。お値打ちです。もっと効率よく、これお腹ペコペコにしてきたら、あ、来た来た、僕乗りますよ、僕乗りますよ。お昼の後お腹開けとけばよかった。ワンパック以上は食べたからもう満足ですね。出発。楽しかったね。あと滑れれば。コンちゃんかわいい。ほんとかわいいの。ほんとかわいい。おはようございます。すいません、お走りのお客様はお忘れ物をございます。着いた着いた。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最高だったね。最高でしたね。もう梨園も最高だったしさ、もういちごでお腹パンパンだしさ。また来ます。ディズニーランドと同じぐらいあるの？広くあります。それは広いわ。はぁ、いや、なんかかわいい。なんかちっちゃい町じゃん。泊まりに来たい、ここ。見て見て、ベッド2つある。これぐらいでちょうどいいよね。かわいいね。うん、ちょうどいい感じ。へえ、泊まりがけで来たい。朝食はつくんですか？朝食はレストランがね、ちょうどこのドーム型のあのバイキングになります。マックス大人に子供にで泊まられます。この部屋いい。最高。ねえ、うん、みんなで それぞれの家族でさ泊まってさ、みんなでここでご飯食べてバーベキューしてさ、野外だからいいですよね。最高の秋だよね。はい、いや、かわいい。これ子供上がるわ。お子さん大好きこの部屋。かわいい。ベッドだけなんだけど、うん、全然これで楽しめる。ここのオリジナル。ここで作ったワインがあんだって、うん、お手頃な価格のね、ワインがいっぱいですね。なんか美味しそうなものがいっぱいあるぞ。あ、またまた。やだやだ、またまた。もう困っちゃうんだよな、こういうの。今日特別にイチゴいただきました。わー、やったー。浜松フルーツパーク時の住処にぜひいらしてください。最高だよ、ここ。いや、もらったから言うんじゃないよ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。まみさん、次はお腹いっぱいだとは思うんですが、お腹パンパン。ですが、情報です。何？ソフトクリームを。どこ食べれるかもしれません、この後。またお腹の中でイチゴとソフトって合うと思う。合うと思います。お腹の中で。行こうぜ行こうぜ。いや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 。